今我々はですね、コスモポリタン2階にありますフードコート、やってまいりました。まあ、フードコートといっても結構高級フードコートでして、一軒一軒のお店がしっかりとしたフードコートで、ちょっとご紹介すると、ここがテッカーバー、ハンドロールなので寿司的なものがいただけると。寿司&酒ですね。目の前にあるのがホッティービーズという、ホットチキン食べられるお店ですね。で、続いてこちらがラードというホットサンドイッチ。ホットサンドイッチは別で紹介したアールオブサンドイッチに近い感じかなと思います。で、ディストリクト、ここはね、でっかいドーナツ屋さんですね。ね、もう超巨大なドーナツですね。で、あとはホルスタインズ、これはもうレストランになってますけど、ホルスタインズという、シェイク&ハンバーガー屋さんがございます。面白いのが、今目の前に映っている方、どうやって飲むんだっていうサイズの、ドリンク置いてますけど、あれは本当に謎な飲み物です。で、コスモポリタンといえばこのジュエリーのこのカーテンですね。はい、でこの中が、まあ、高級なバーですね。我々お酒飲めないので、ちょっとね、あんまり用はないんですけど。で、この下が、カジノになっていて、すぐ下はラウンジですね。このエレベーター、なんかいい感じだよ。このエレベーターがね、こことこの下をつなぐだけのエレベーターなんですけども。結構、はい。すげえ、なんか大人数になったら、割と怖いんだけど。まあ、ゆっくりですね。ゆっくりですね。本当にこの距離だけのエレベーターだけど。1階、2階。で、反対側が開くのかな。お店というよりも普通にスペースですね。で、奥にはモモフックのお店があり、ここはなんだ、フレッシュジュースですね、買うことができます。ジューススタンダードではこういったカクテルなどもございまして、1つ16ドル、お酒好きの方はね、ぜひいろいろと飲んでください。ここね、アリフをもすぐ来たお店が、あ、本当だ、なんか見たことある、芋虫で、この2階がカジュアル系フードコートで、3階がいわゆるレストラン街になります。今我々はですね、ホティービースというコスモポリタンのフードコートの中にありますチキン屋さんに、やってまいりました。いやね、思ったよりすごいボリュームでしたね。チキンのこちらがハンバーガーですね。これがポテトサラダで、これが、いわゆるナイフとかフォークとか入っている袋で、こちらがですね、骨なしチキン3ピース、サイドディッシュが2種類、マック&チーズとポテトを注文しました。アイスティーとこちらがレモネードですね。これで全部で合計すると41ドルなので、だいたい4500円ですね。まあ、結構値段はするんですけども、まあ、ボリュームと場所を考えたらまあそんなもんかな。いや、結構ね、美味しそうなんで楽しみです。いただきます。いや、早速いただきたいと思います。いただきます。どうやって食べたらいいのこれ。ね、アメリカでお店とかでスプーンもらったときに、ペーパータオルとスプーンとフォークとナイフと、うん、塩コショウも付いてる。そうです。このフルセットがアメリカのフルセットですね。あ、美味しい。それ何？ポテトサラダ。ポテトサラダ、私も食べたい。あのね、ポテトがポテポテしてて、玉ねぎはいない。おる。玉ねぎいる？思ったより恐ろしい量が。待って、これだけで全然2人で食べると思うもん。結構細かい。そんなでかいと思わなかった。これが3つ。あ、辛い。ホティービーズっていう名前の通り、ホットなチキンが売りなんですけども、なんかね、6段階ぐらいで選べるんですよ。僕が注文したのはミディアムなんですけど、結構辛いです。こ
同じミディアム、両方ミディアムです。結構辛いです、うん、全く辛くないの次がマイルド。マイルドはもうなんかちょっと辛いよっていう程度 でミディアムがあのちょっとあったかくなるよっていう。でそこからは灼熱、やけど、どうのこうのみたいな恐ろしいことが書いてあったんで、まあ、とりあえずミディアムにしてみようかなと思ったんですけど、ミディアムね、まあまあ辛いですよ。はい、美味しい。いやー、無事完食しました。めちゃくちゃお腹いっぱいです。美味しかったです。ごちそうさまです。でした。いやこれね、42ドル高いんですけど、正直普通の日本人の方だったらチキン3ピース、サイド2つだけで十分だと思います。これで2人前ありました。2人前ある。はい、これ4人前ある。これ4人前ありましたね。いや、美味しかったです。はい、もうごちそうさまでした、はい、大満足です。ポッティービーコスモポリタン来たらぜひチャレンジしてみてください、はい、以上です。今我々はコスモポリタンのスケートリンクにやってまいりました。我々はいつかな、クルーズ以来なので2年半年ぶりのスケートになります。もうね、多分生まれたての小鹿になると思うんですけども、その様子もね、もし撮れたら、はい、撮っていきます。結構ね、動画撮ってる人多いので、滑りながら。ただ滑りながら動画撮ると多分転ぶんで、気をつけて、はい、撮ります。はい、はい、というわけでスケート借りてきました。借りる料金がですね、1人大人30ドルです。はい、30ドルなんですけれども、マリオットゴールドのステータスで無料だと思います。で、多分その無料っていう人があんまりいないみたいで、結構受付の人も、そんなのあるのっていう感じで、なんだそれはって感じでしたね。冬のシーズン限定だと思います。屋外です。はい。はい、リアルアイスって書いてある。リアルアイスですね。本物のアイス。ヘルメットのプロテクトなどは特に、不要です。ただ、欲しい方は借りれます。最終誓約書書くんですけども、その際にヘルメット欲しいかどうかっていうのを記入できるんですけど、誰一人ヘルメットかぶってる人いないんで、まあそんな感じです。なんかね、アイススケートとあと焼きマシュマロをできるコーナーみたいな。あ、そうですね。ただ焼きマシュマロできるコーナーは、コーナー丸々をレンタルしないといけないので有料です、うん、でそのお値段はちょっと調べてないんでわかんないですけど、うん、大人気コーナーなので夜の11時までやってます。なのでまあ時間見てお越しください、はい、では行ってまいります。レッツゴー。たぶんサブドの本です。はいはい、貸しな貸しな、はい、バイバーイ。わーい、おお調子乗るとこうなるカメラ見ちゃダメなんです。結構一周がね短いんでね、 DJ さんがいて、そう DJ さんがガンガンねいい曲流してくれるんで、もうノリノリで楽しいですね。外れもあるのか。2ドル返ってきて、2ドルだけだった。あ、やっぱり1は1なんだ。あ、そっか。じゃあやっぱ3だね。はあ、国際点で全部失った。国際点で20ドル失ったもん。そんなフィギュアか。
そうですね、これが、クローゼットになります。そもそも知名度がないので、はい、宿泊される方は少ないと思いますが、